車の中に帰れば全部残っていいかな。放送技術事業部の鈴木康夫です。よろしくお願いします。弊社が、今回ご紹介させていただくのは、自衛回線による、5ギガ帯を使った無線アクセスシステムでございます。自衛回線 を作ることによって、災害にも強くですね、映像音声を送れるということで、本日は TBS さんのブースをとですね、この無線アクセスシステムを使ってですね、現状、映像をですねやり取りをしております。そちらにぶる下がるものとして映像のシステムのものだとかそういうものを使って遅延なくですね映像音声を送るということで、こちらの方をご紹介しております。例えば本社と、支店を結ぶとか、距離的に10キロ、20キロ、30キロ指向性のものですね。なので、遠くまで飛ばすことができるので、そのような本社と支店間ですとかそういうところをその自衛の回線で結ぶということの構築はできるかと思います。